クライナ情勢から見る新冷戦、世界は二分されている。主に軍事力ですよね。アフリカのクーデターに関与していたり、ロシアの支持をする国も多い。オバマ大統領の頃の中東に戻ると、不安定な中東ですよね。これはダブルスタンダード、南北新冷戦という、だん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 深い溝が。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで、今日も始まりました、越境 3.0 チャンネル。本日もどうぞよろしくお願いします。まずはセミナーのご案内からです。石田和康と世界を学ぶ、大谷由里子と日本を学ぶ、4月16日土曜日午後2時からスタートです。こちら大阪の会場と、そしてオンラインのハイブリッド開催で行われます。詳細と参加申し込みは概要欄の方からどうぞよろしくお願いします。こちら今週の土曜日となりました。大阪の皆さん、お待ちしております。懇親会もございますので、ぜひお楽しみにしていてください。会場と懇親会の方は席数わずかとなっておりますので、お早めにお申しください。どうぞよろしくお願いします。そして本日はウクライナ情勢から見る新冷戦ということで、世界が二分しているよという、そういったお話を今日はしていきたいと思うんですよね。先日4月7日に行われました国連総会、国連人権理事会のロシアの参加を停止させるという決議、言ってみればロシアを国連人権理事会から除名するという、そういった決議ですよね。これに対して93カ国が賛成票を投じて、一見賛成多数でロシアを非難しているという、そういうふうに見られるんですけれども、これ実は反対と棄権を合わせて82カ国もあって、無投票も入れると100カ国を上回るという、これ実質賛成とそうじゃない人と真っ二つに二分されているということなんですよね。ほぼ1対1ということです。世界は二分されている。昔は東側の共産主義陣営と西側の民主主義陣営とで、この東西冷戦というのがありましたけれども、この今は東西冷戦ならぬ、この南北冷戦ということが言えるんじゃないかなと思うんですよね。ざっくりと言うと、アメリカを中心とした北半球の陣営と、中国ロシアが支援する南半球の陣営、そういった南北新冷戦という形になっているんではないかなという、それが今回の国連総会決議からちょっと垣間見れるような感じですよね。今回の国連決議は、前回3月24日のロシアのウクライナ侵攻に対しての非難決議案を出す、その決議で賛成していた国が棄権に回ったり、棄権していた国が反対に回ったりと、そのようなことが起きてるんですよね。3月24日の国連決議と比べると、もう真っ二つに綺麗にオセロの駒の白黒のように分かれてしまったというのが4月7日の国連決議だったんですよ。賛成に投票した国は欧米や日本を中心とする、西側諸国ということなんですけれども、まず反対に投票した国、ベラルーシ、北朝鮮、ロシア、シリア、エリトリア、これは前回も反対だったんですけども、もちろん今回も反対。そして前回棄権票だったのが、今回反対に投じた国というのが、アルジェリア、ボリビア、ブルンジ、中央アフリカ、中国、コンゴ、キューバ、エチオピア、イラン、カザフスタン、キルギス、ラオス、マリ、ニカラグア、タジキスタン、ベトナム、ウズベキスタン、ジンバブエ。そして賛成から反対に移ったのがガボン。そして今回棄権した国、カメルーン、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベリーズ、ブータン、ブラジル、カボベルデ、カンボジア、エジプト、ガンビア、ガーナ、ガイアナ、インドネシア、イラク、ヨルダン、ケニア、クウェート、レソト、マレーシア、モルディブ、メキシコ、ネパール、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、カタール、セントクリストファー、ネイビス、セントビンセント、グレナディーン、サウジアラビア、セネガル、シンガポール、南スーダン、スリナム、タイ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、UAE、バヌアツ、イエメン、アンゴラ、ボツワナ、ブルネイ、エルサルバドル、エスワティニ、ギニアビサウ、インド、マダガスカル、モンゴル、モザンビーク、ナミビア、パキスタン、南アフリカ、スリランカ、スーダン、トーゴ、ウガンダ、タンザニアということで、中東アフリカ、中南米の国々が今回の国連総会決議に棄権票あるいは反対票を投じているということなんです。アフリカというのはロシアの影響力をものすごく受けてるんですよね。先日こちらの動画でも流しましたけれども、アフリカはどのような形でロシアから恩恵を受けているかというと、主に軍事力ですよね。武器とか、あと民間軍事会社を通しての兵力、そういったものがアフリカに輸出されて、アフリカの国々であちこちでロシアの軍事力の影響を受けている国というのが多いんですよ。でそれは時と場合によっては、その政権転覆であったり、アフリカのクーデターに関与していたり、アフリカの選挙に関与していたりと、そういうことが行われているので、アフリカの国々は結構多くの国がロシアの軍事力の影響を相当大きく受けている。スーダンなんかに関して言うと、スーダンの大きな金鉱山を管理しているのは、ロシアのワグナーグループという民間軍事会社であるというお話を先日もしましたけれども、スーダンは金の輸出国ですから、多くの金がロシアにも輸出されているし、その金鉱山を管理しているのは実質ワグナーグループというロシアの民間軍事会社なんですよね。そういう多かれ少なかれロシアの影響力を受けているアフリカの国々というのは、ロシアの支持をする国も多い。でそしてそれに対して、中東、サウジアラビアとか UAE、クウェート、カタール、バーレーンとエジプトと、
そういった国々が今回国連決議に棄権票を投じているわけですけれども、まあ、彼ら中東の国々からしてみたらアメリカの権威主義とダブルスタンダードに疑問符を持っていると。以前トランプ大統領の頃は中東への介入や援助というのは非常に力強いものがあって、イエメン内戦もアフガニスタンもイラクもシリアもパレスチナも一定のバランス感覚を保てていたのがトランプ大統領の頃のアメリカだったんですよ。で、それがバイデン大統領に変わったことによって、中東からの米軍兵を撤退させ、中東への武器提供もなくして、中東への関心っていうのがアメリカにとって非常に薄まっていったんですよね。それらを中東の人々も感じていると。イエメン内戦なんかはもう7年間も続いている内戦なんだけれども、なかなか欧米や国際社会からの支援は受けられない。で、その中でトランプ大統領はサウジアラビアに武器を提供して、イエメン内戦を早く終わらせようと、トランプさんの場合は、イラン包囲網ということで、イランを弱体化させるためにトランプさんは動いていたんですけれども、そのイラン包囲網というアメリカの体制が、中東のある意味安定化をもたらしていたんですよね。でも中東から米軍が撤退することによって中東がより不安定になりつつある。実際トランプ大統領からバイデン大統領に変わる時のアメリカ大統領選挙のタイミングで、サウジアラビアのアラブニュースがアラブ圏21カ国にアンケートを取ったんですよ。アメリカの大統領がもしもバイデン大統領になったら中東はどうなりますかと。回答で出てきた過半数の人がオバマ大統領の頃の中東に戻ると。オバマの頃の中東というのは不安定な中東ですよね。アラブの春が起きたのもシリア内戦もイエメン内戦もイラクの戦争の後の戦後処理も全てオバマ大統領の頃に起こった事件であって、あの時っていうのはもうものすごい中東が不安定になったんですよ。あちこちでテロリストがもうウゴのタケノコのように出てきて戦争が起きてっていうんで、オバマの頃の副大統領バイデン大統領がアメリカの大統領になることによって中東はオバマの頃の中東に戻ると、不安定な中東に戻ると、そう答えた人がアラブ諸国の過半数いたんですよね。で、実際バイデン大統領に代わってから中東は不安定になりつつある。で、その中で起きたウクライナ戦争、ウクライナ戦争に関して西側諸国が支援している状態と現在の中東のパレスチナやイエメン内戦やそういったものに対する、アメリカ西側諸国の支援と、これはダブルスタンダードじゃないかと。中東に対する関心は全くなくなってしまってウクライナに全力を支援しているっていうのは、これはアメリカのやり方というのは中東にとってちょっと納得のいかない、そういった疑問符が今打たれてるわけですよ。で、中東全体が今反米不信、その反米不信への意思の表れというのが今回の国連決議への棄権票ということなんですね。そういうようなものが背景にあって、今世界はアメリカを中心とするその西側ヨーロッパ陣営と、でそして中国ロシアの支援を受ける中東アフリカ南半球陣営ということで、南北新冷戦というそういった一面が垣間見えた国連決議だったんではないかなと。この国際社会の亀裂というのはだんだん深い溝ができてくるんじゃないかなと思います。その深い溝ができた時に越境 3.0 チャンネルでも流したエゼキエル戦争、そういった事件に発展していく可能性はゼロではないと。人類最後の戦争、第三次世界大戦が起きるという旧約聖書エゼキエル書第38章の予言なんですけれども、その予言をね、信じるかどうかは別として、そういうことを書き残した予言者がいるよというお話をしました。詳しく知りたい方は過去の動画ぜひご覧いただきたいと思います。本日は世界を二分するウクライナ戦争南北新冷戦というテーマでお話しさせていただきました。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go。世界とつながりたいあなた、待ってます。